毎週月曜深夜好評放送中の新略イカ娘、イカです。イカ娘を演じるのは金本久子さん。来週の最終回に向けておさらいするでゲソ。海からやってきた侵略者で、イカなんですけど、一応人間じゃないんですね。で、侵略という大きな目的があるんですけども、来た瞬間からバイトとしてこき使われるようになってしまって、イカ墨入ったりとか、あと触手が動いたりとか、まあ、イカ要素もすごく持ってる可愛い女の子です。女のイカです。ではイカ娘以外で好きなキャラクターは誰でゲソ？エコが一番、最初からもうやり取りがあるんですけども、エコはすごいツッコミ役で、変態というか濃いキャラクターの中で唯一冷静でみんなにツッコんでいく役なんですけども、そのツッコミがすごい激しいんですけど、でもどこか愛があってすごく頼りがいのあるお姉さんって感じです。お気に入りのセリフっていうのは何でゲソ？あ、イカのセリフではあります。じゃあそれをカメラに向かって発表してくれないか？向かって3、2、1、イカスミアタックが好きです。あ、ちなみにその理由を聞こうじゃないか。なんか気持ちよかったんです、やって。福山潤が命じるイカ娘の触手をやれ、イカ。なんかこんな感じって、なんか前もこんなことやってるような気がしますけど、なんか伸びたり縮んだり上がったり、あとなんかよく動いてるんですよ、喋ってなくても。なんかウリウリウリって感じで、なんかこんなんで大丈夫ですか？大丈夫だよ、問題ない。うん、全然全然ないよ。ではそんなイカ娘からのお知らせでゲソ。お互い友好的に行こうじゃないか。 DVD とブルーレイが12月24日に発売されるんですけど、第1巻がそのブルーレイの特典で、皆さんお気になってると思いますが、こちら、1話で千鶴に切り落とされた1分の1スケールの触手がついてきます。じゃあそれを使ってさっきの動きをやってくれないか。しつこい？なんか侵略するでゲソ的な、なんかこんな感じです。そんな感じか。はい、こんな感じで。そんな感じね。では最後にあれをお願いするでゲソ。侵略イカ娘はいよいよ来週最終回じゃないか。海の家レモン、そして私がどうなるのか、みんなの目に焼き付けるでゲソ。絶対に見るでゲソよ。アニソンプラスでゲソ。